送席、放送席、そしてジャイアンツファンの皆さん、今日のヒーローはもちろんこの人です。逆転のスリーランホームランに勝ち越しのタイムリー、一人で5打点、4番岡本和真選手です。ナイスバッティングでした。岡本さん、一人で5打点、ものすごい活躍でしたね。いや、もうチャンスで回してくれたんで、なんとかできてよかったです。まず順番に聞いていきます。初回2点ビハインド、嫌な流れの中でのスリーランホームランでした。振り返ってください。もう追い込まれてましたし、なんとか前に飛ばそうと思ってたんで、それがホームランになってよかったです。なんとか前に飛ばそう、とんでもなく前に遠くへ飛んでいきました。ものすごいホームランでした。ありがとうございます。さあ、そして勝ち越しの場面なんですが、丸さんが出て盗塁をして、そしてウォーカー選手も右方向へ進塁打、みんなでつないであの場面を作ってくれました。どんな気持ちで打席に入りましたか？いや、もう皆さんつないでくれましたし、ここで打たなきゃいけないなと思って、絶対打ってやろうと打席に入りました。チャンスで打つのが4番の仕事ですか？はい、頑張ります。さあ、そして交流戦も2連勝スタート、いい形でこの交流戦スタートを切っています。いかがですか？交流戦はすごい大事だと思うので、一戦一戦勝てるように頑張りたいなと思います。そしてファンの皆さん、今日のホームランで通算150号まであと1本に迫っています。ファンの皆さん、明日もホームラン期待していると思います。ファンの皆さんに一言お願いします。明日も精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。見事な活躍、これぞ4番の活躍、岡本和真選手でした。本日どうぞ。本日のヒーロー、岡本和真選手。